名前だけでも覚えて帰ってください。それでは、おっ、ビオリアサノン。海波と風の声、静寂を破る者は鼓動のように紡がれ、ナディア・ランプーさんでした。素敵な衣装でね、旅までこだわってますよね、これね。そんな素敵な衣装で。